市販のジーマーミ豆腐タレをかけたジーマーミ豆腐。ジーマーミ豆腐ジーマーミ豆腐は、落花生を使った沖縄県や鹿児島県の郷土料理。ジーマーミは、琉球語で、落花生を意味し、地域によって、ジーマミーなどとも言う。南西諸島以外では、ピーナッツ豆腐、落花生豆腐、脱菌諸豆腐とも呼ばれる。名前に、豆腐と入っているが、大豆の加工品ではなく、 落花生の絞り汁に芋くずを加えて作る。ごま豆腐のごまをピーナッツに、くず粉芋くずに置き換えたような食品である。ごま豆腐同様にもちもちとした食感である。沖縄県内や鹿児島県内のスーパーマーケット、市場などで市販されており簡単に入手できる。市販のものにはタレが添付されており、それをかけて食べる。沖縄県では出汁のタレで食べるもの以外に、 黒糖味、紅芋味、チョコ味などいろいろな甘い味のジーマーミ豆腐も販売されている。南西諸島では沖縄県のほか、鹿児島県でも奄美群島に属す与論島では血豆豆腐、徳之島では血豆豆腐として作られている。特に徳之島は落花生栽培が盛んで、味噌豆やガジャ豆のような菓子作りも盛んである。鹿児島県の本土地域では、 奄美群島とつながりが深い鹿児島市や鹿屋市でも落花生豆腐として食べる例がある。脱期書は落花生の薩摩弁なまり。精進料理として広く知られたごま豆腐の応用で作ることができるため、大分県湯布市由布院町の湯平温泉、熊本県西原村のように、個別の地区、店舗で伝統的に作られている例もある。日本以外では台湾南部の高尾県、 平東県、台南市や内栗県などの発火が多い一部地域で、花池豆腐などの名で作られている。さつまいもでんぷんではなく、主にうるち米の粉で粘りをつけている。醤油ベースのあんをかけ、刻みネギ、すりつぶしたピーナッツをまぶすなどして食べる。レシピの一例を示す。生の落花生を水に浸して一晩置く皮をむく水を、加えてすりつぶす絞って、 おからを取り除く芋くずを加え、裏ごしする日にかけて、粘り気が出るまで練り混ぜる水で濡らした型に流し入れて、冷やし固める鹿児島県鹿屋市では、水4、落花生1、さつまいもでんぷん1の比率で、各家庭で伝統的に作られている。鹿屋市では水を加えず、ミキサーにかけてから、水とさつまいもでんぷんを加えて加熱する。タレや醤油を使ったタレをかけて、 食べるのが最も一般的であるが、黒蜜や砂糖をかけたりして、甘い味で食べる例もある。大分県では、ゆず胡椒と醤油で食べる。鹿児島県では梅干し入りの砂糖醤油だれや酢味噌で食べることもある。また、表面に澱粉をまぶして、油で揚げ、唐揚げや揚げ出し豆腐風にして食べることもある。原料がピーナッツであるため、ピーナッツに対する食物アレルギーを持つ人が食べると、 急性アレルギー反応が起こることがある。ピーナッツアレルギーを持つ観光客がこれを知らずに食べて、救急搬送される事例が発生している。このため、沖縄県内の保健所などでは飲食店に対し、ジーマーミ豆腐の原材料がピーナッツであることを表記するよう呼びかけている。アマミの郷土料理、アマミンチュ .com2016 年8月21日閲覧。 落花生豆腐。鹿児島市役所。2016年8月21日閲覧。ABCD。大人旅かのやえ。南の国ボリューム16。ピアニッシュもマイナス2から11。2016年8月。GK 宿ハウス。西原村の落花生。麻生地域世界農業遺産推進協会。2016年8月21日閲覧。ピーナツ入りと知らず。 ジーマーミドオフで、急性アレルギー沖縄で、観光客の搬送増加。沖縄タイムズ。https www.okinatimes.co.jp w スラッシュアーティクル phpid=172008。ありがとうございます。